広がりすぎてハーフハーフで上だけ結んだ起きれましたあ出勤なのいってらっしゃい頑張ってあそうごめんね昨日ね配信時間が終わるとねあの見れなくなっちゃうのよすぐごめんねごめんねちょっと終わったらすぐ見るわタコありがとうございます いやあのねこれには事情があって起きれたわけじゃない <laughs> ちょっと待ってあのー、あテロップ入れますかイベント参加中ですいややだもうこれは使わないんだえっ、ー、と8時まで <laughs> い,いじでも ダメだそんな使わないよしおはようございます可愛い,いありがとうございますあのさっきあ,あの15分ぐらいまで寝ててねあ分かった配信見たら言うね夜配信あの15分ぐらいまで寝てたんだけどあの8時あうすいだまだ8時になってないや <laughs> で声違うのはごめん朝だからちょっと声が違うえっと7時までだから7時にママが電話をかけてくれてなんかママがリリも超眠かったからママが「おはよう起きてるうんこれうんリリねうんうんもう7時だよ」ってうん え、このまま寝ちゃダメだよって配信あるんでしょうんあ眠いんだねうん <laughs> あれなんだっけなあとママがなんか言ってたんだよな <coughs> あのとりあえず起きて顔洗ったらすっきりするからうん <laughs> あ,あの じゃああの頑張ってねうん寝ちゃダメだようんっていう <laughs> <laughs> っていう顔をしました <laughs> はじめましてはじめまして <laughs> いや本当に <laughs> じゃあ応援してるからねバイバイうんで終わりましたね。 やばい。<laughs> ねえ、ママもね、あの、眠いっていうの分かってるから、電話切った後もさ、頑張、応援してますって送ってくれて。え <laughs> いや、本当に離婚な、離婚になってるから、うん。うん。これ携帯ね。うん。しか言わないのね。<laughs> いや、面白い。<laughs> 誰もありがとうございます。<laughs> なので、 声枯れすぎじゃないですか今日どうした朝こんなんだっけ、ね、なんかあの <laughs> ママのおかげでできた配信 <laughs> ですおはようおはようございます,落ちすんねおじすねほんとそれなうちもいつもそんな感じらしいんだけどうんって言ってること覚えてないそうなんだ <laughs> おはようございます皆さんいや本当に すごく眠かったけど頑張るって決めたんだ明日のオンラインよらですよろしくお願いしますあーそうだ明日は地獄の地獄とか言っちゃいけないすっごい私個別おし分離開大好きなんだよね昨日のメールで書いた通りなんだけど明日は楽しみなんだけどみんなが選んだあれ 本当に似合わないかもしれないんだよみんな期待しないでね似合ってないかもしれないって思っておいてね <laughs> ママに起こしてもらいました <laughs> おはようおはようそんなことあるなんかツインとかも考えてたんだけど何げおろしの方が似合うかもって思ったメイドは。 今日七時に目が覚めて里乃ちゃんのおかげに二度寝しなかったのに里乃ちゃんの力天才ありがとうじゃあお互いに天才 <laughs> <laughs> マークツー選んだの確かにあそうだラーメン部さん聞いてリアタイシオツしたらに、ね、寝てたんだけど三時に起きたの <laughs> もう目指しっかりあが見ますよろしくお願いします海の上ですよね海の上で <laughs> もう期待しすぎて今日寝れないもんね寝てくださいや <laughs> 今会社から無音で見てますじゃあいっぱい動いた方がいいのかな <laughs> いや大したよありがとういやマークス本当にさ色あのね多分カメラを通して見るのと実際実物の色がね結構違うのかなって思ったんだけどかなりあの濃いめのカラメルプリンのカラメルの色だった そうなんかワイ,ンワインみたいな色って言ってる方もいたからあのあなるほどねプリンのカラメルねーっていうみんな納得な感じだったから実際生で見てほしいですねあの車は本当に綺麗なカラメル色だった朝から元気声枯れてるけど「リアタイしたけどりんのちゃんより早く早いねそれは」 あはいぜひぜひ雪竜さんのカレーラーメン食べてみてくださいおはようおはよう今日の朝ごはん何今日の朝ごはんどうしようかなグラノーラヨーグルトグラノーラですかね、はい、ヨーグルトヨーグルトもあるしグラノーラうーグラノーラグラノーラもあるんだよね <laughs> 悩んでますね 毎回リアタイテティィーーはを保存がルーティンええー、素晴らしいヘルシー昨日チョコバナナのグラノーラええー、そうなのチョコバナナなんてあるの絶対美味しいじゃんリリもねでもバナナだよバナナあの昨日お話ししたあの某カフェの <laughs> グラノーラがある <laughs> ね、そうだ日刊スポーツさんですはい特技ありますぜひぜひご覧くださいませね見てこれ可愛くないリリのお気に入りのねミットなんだけどねとてつもなく可愛いんだチュン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 ってカラフルな色が散りばめられててねおばあちゃんからもらったの <laughs> えファミマにねユースキのおにぎりも買えたのおお絶対おいしいじゃんリリにも届けてください忘れないように買わないとぜひぜひよろしくお願いしますリリも買おうかな <laughs> えねちほんと見てちょっとさ子供っぽくも着られるし え可愛らしくならないこういうの大好きなんだよねリリとおばあちゃんが一緒にお買い物に行って二人して一目惚れ一あもうちょっと今日ロレッツが一目惚れしておばあちゃんが買ってくれた <laughs> いい思い出おはようおはよう大事な服そうだのキリが小さいで初めて初めて、ね、最後に買ってもらったやつおばあちゃんに。 リリ食べるの大好きだから基本的におばあちゃんはご飯を食べに行くとかあの果物を果物狩りとかいっぱい連れてってくれたんだけどお洋服もらうのはねこれが最後だったかな小学生の時がいっぱい買ってくれてたからそうですでも一番のお気に入りですね可愛い可愛いおい ヨガヨガやってるのすごいおシャいいねリリもやってみたいなママもねヨガ気になってるらしいおはようございます今日も可愛いですねありがとうございますおはようございます今日も皆さん頑張ってますね <laughs> えそうよく見るとねめっちゃカラフルにねてん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 っていっぱいついてるんだコンペイトみたいなと思ってる私は。 たこさんありがとうございますパラあ,ありがとうございますおはようおはようございます、うん、お久しぶりの朝配信にしてはできてる気がする <laughs> 待ってまだ大丈夫おはようおはようございますあの、ね、眠気まなこでお茶だけ作ってきたんだ <laughs> うん今りんのちゃんの配信終わってから寝ないためにお母さんが出てる部屋で自分の部屋じゃなくてってこと <laughs> どういうことどういうことおはようおはようございますみんなおはようおはようみんな早起きだね <laughs> リリちゃんがママに起こしてもらうみたいな時な感じで「うん」って返事した <laughs> そういうことをさっき言ってたやつりりリリの配信見ながらだから「うん」って言うわけね <laughs> なるほどねお <laughs> もろいな <laughs> 別の場所でデジャブが起きてる <laughs> はじめましてはじめまして原井りりのですよばくない、ね、いつもで顔パンパンだよね <laughs> おはようございますみんなおはようえそうそうだメガネっていう名前を見て思ったんだけど「うん」ってバノでそれなお腹空いたから朝ごはん食べていいですかぜひぜひ食べてくださいみんな朝ごはん食べな寒いしねあっためて朝ごはんも食べてちゃんと体をいたわってあの 結局コンタクトを入れてるんですね。さっき一瞬で入れたんですけど。いや、今日メガネでもいいかなとか思ったわけ。だけど、頑張った。頑張った、頑張った。うん、外す気がする。<laughs> ワンデーなんだけどね。朝ごはんをおにぎりにしよう、そうしようみんな。リリもおにぎり食べたいんだけど、そんなこと話してたら、ちょっと。 えら,いね、えらいでしょありがとうえおにぎり食べたいんなプレゼントして <laughs> 配達してください <laughs> <coughs> いやなんか恥ずかしくてガネめちっちゃく見えるしもっともちろん食べながら聞いてます何食べてるの教えてパンかなパンこれはアイコン的に うちいつもお母さんに何か頼まれたら無言でやり始めるんだけどあそうなの返事しないでってこと面白いねそれ <laughs> あまたやってるあやり始めたってなるんだねお母さんうんって返事した時にかけてうちがないから尊重しててちゃんと聞いてああそういうことね返事してない時はちゃんとやるんだけど返事した時はやらないと無重 <laughs> てか今あくびしたら涙出てきた、ね、ちょっとあくび映るね <laughs> みんなして映れる今あくび映してるタイムだからああおおめら泣いてないです <laughs> あくびです あくびするとさ、かなり私あの大量の大粒の涙出るタイプだからさ泣いてるって心配されるがちなんだよねあくび電波えマジであくび <laughs> みんな映ってる <laughs> あおもろ <coughs> 喉が変、朝許せない 分かる分かる <laughs> なんで泣いえっそういうことねあくびです逆にしゃっくりの話なんだけどうち炭酸一口飲んだ瞬間一回だけしゃっくりねどういうこと私辛いガムかむとくしゃみが出るよ なんかさ言われた。え、なんかさ、同期の子にも言われた気がするあくびじゃないみたいなでもりりあくびって言うんだよねあくびじゃないの地域的なものなのこれは朝はパパパンパンパン,パン <laughs> それを思ったえどういうことあくびの発音違うってこともしかしてりりが違う あくびあくびなんですかみんな <laughs> 嘘そ荒い木はあくびなんだけどな <laughs> いや下の歯出して洗ってるやから <laughs> 見て見て今気づいたいつも上の歯しか見えないんだけどさ下の歯出して <laughs> ちょっとうざかったやめるあくびなの 会社へ向かう運転終わったからやっとコメント解放おかえりあくびあーくあ,ーあくびダメだごめんあくび見せた <laughs> ごめんみんな <coughs> あーくびあーくびあーくび <laughs> 待って待って待ってあ,あくび一緒やっぱ群馬だもんね あく,あ,くあ,あくびあああくくくびびびかえっ今朝夜勤が終わって家に向かう電車の中から無音で見る無音で見てるならこうやって騒がしくした方がいい <laughs> もううるさいんだけど昨日の夜から私もうあくびしながらあくび <laughs> 確かに <laughs> あく,あ,あくびあ同じだそれあくびあくびらしいよでもあくびです私は <laughs> イベント参加中でたくさん足を投げるよありがとうございますちょっとね意地でもイベント参加中って書かないっていう <laughs> ごめんねはいとはいとありがとうございますたき火たき火たき火です <laughs> なんか いつも通りってリリー約束したじゃん初日にだからあえて自分からこう求めるような行動をしなくていいのかなって思って書いてないイベント参加中ってちょっとあんまりまあそれはマイナスに受け取る方はいないと思うんだけどみんなに 無理して頑張ってほしいわけじゃないからいつも通りで何時までしか書かないっていう <laughs> <laughs> うちの推しメンはあくびしながらあくびじゃないですって言ったりくしゃみがーって言ったり <laughs> 面白すぎる <laughs> 何それかわいい <laughs> 朝から元気いやほんとそれなあくびとたき火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 っていうの何それたき火って何 焚き火だよ焚き火セーター着てるので結構さ結構寒い今ねエアコン暖房つけてるしあの電気のヒーターもつけてる目の前に <laughs> しかもここに毛布があるもうやばくないめっちゃ寒がりじゃんタコありがとうございます、うんうん、絶対みんな寒いでしょ か、体の芯が冷えてるりりのちゃんのあくびと同じじゃなくて焚き火があくびえだから焚き火焚き火っていうのあくび焚き火っていうのえちょっとあくび焚き火なのりりはあくび焚き火え違う 焚火あ,あ,くあくび焚火焚火あくび焚火あくびあくびあくびあき火って上がってるなたき火に合わせてあくびって言ってたき火、あくびああ,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 あくびあくびカルビ<笑>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 あそういうことねきあくび 焚き火あくびあくびあくびちょっと待ってこんなにあくび連呼してる0分ほんとそれな一回の配信で何回あくび言うのああくびたきびあくびたきび <laughs> 面白すぎる <laughs> でもリリはあくび <laughs> ああおもろ 十八年間あくびでやってきたんだ初見ですバイバイ一瞬で抜けるねバイバイ <laughs> あくびあくびあくび言うから娘がめっちゃ笑ってる可愛 <laughs> い,い会いたいよう私の可愛いベビー 可愛か,かった。初めましてが。<coughs> 結局 <laughs>。いや、知りたかったの。みんながどうやって言ってるのか。おはよう。おはよう。インドネーシア直せないの。うちは焚き火とポテチが。ポテチ、焚き。ポテチ、焚き火。ポテチ。ポテ、ポテチ。たき火。焚き火。焚 <laughs> き火。<laughs> ちょっと待って。<laughs> じゃあ、確認も、うもういいよ。 確認だよ、確認おはよう、おはようございます。待って、なんか鼻が、焚き火でいでしょ、つけ、つけ、つられてるのかれい。<laughs> いや、ほんとにさ、逆だ、逆だよ、逆あ、あ、焚き火、あくび、ポテチ、ポテチポテチなのポテチっていうの <laughs> もう分かんなくなってきた <laughs> やばい、はあおもろあそういうことポテチえー、ポテチかわいいんだけどポテチじゃないの面白すぎるでもそっか茨城ってさ群馬よりもな鉛があるイメージだわなんかなんとなく <coughs> やばい、そんなことをしていたら時間はだんだんああくび洗いあくび洗いいやうちだけで高校の時めっちゃ笑うガチかそうなのね結構なまってるのねあくび洗いあくび洗いあくびい あら、いいだ。あ、あら、いいんだ <laughs> あ、できた。なんかリリー、さあ、発音合わせるの苦手じゃないすごい苦戦してるよね。あら、い。あ、ちっちゃい。間違えた。ああ、く、び。あら、い。<laughs> もうダメだ。もうダメです。もうダメだ。 わかんないおはようおはようございますダメ勝手に頭が <laughs> 変換しちゃうある意味天才あくまちゃんありがとうございますくまちゃんできたできたよかったできてた <coughs> グラタンも違うからポテチとグラタンセットってわざとでっわざと言わせで毎回 ええー。なんだっけ。ポテチポテチポテチと、グラタンってどうやって間違えるのそれでは仕事行ってきます。行ってらっしゃーい。頑張って。もうさあ、面白すぎんか発音。おはよう、おはようございます。わぁ、とんでもなく。 大丈夫大丈夫今日も今日とってやることがいっぱいです頑張る何から手をつけるべきかでもねたまには一人で整理するのも大事だよね <laughs> 急に落ち着いたおにぎりキャラと聞いて。 そうです。おにぎりキャラらしいです。ググラタン？グラタン？グラタンなの？これできたくない。グラタン。グラタンセット。グラタンセット？ポテチとグラタンセット。<laughs> なるほありがとうございます。好きなおにぎりの具は甘い卵焼きです。 授業中眠くならない眠くなる絶対眠くないいや集団でいることがさ普段多いからさやっぱでも改めて頭の中で一度家にいる間にね一人で整理することも大事だなって最近思,う思った今から朝,朝飯 朝飯って言わないかもふだ朝ごはんおにぎり食べるよグあーキ切ると違う <laughs> 違うって言われた <laughs> ポテチとグラタンを毎いかあそういうことねだってセットつけたらなんか変な鉛になるもんね <laughs> グラタンセットってなんだって <laughs> ポテチとグラタン <laughs> ポテチとグラタン, <laughs> ラタン <laughs> あそういうことねは <laughs> やばいなんか眠くなってきた <laughs> だるま、ありがとうございますやばいラブこれらってるけどラブーいいダメだそうだ昨日ママに言われたんだよねあのリリの素直な姿で配信するのはいいけど少しは気を使おうねって <laughs> そうだそうだもうあくびしちゃったからダメだその話をしたら友達と シーラーカンスのイントネーションの話なんてその子おかしくてめっちゃ面白しえい、ー、シーラーカンースってシーラーカンースじゃないの残り2分切ったありがとうじゃあランキングやめます <coughs> 13位土踏みさん12位わたちゃんさん11位しゅうけんさん10位新潟フリーキックさん9位豆腐山やまっちさん8位きいちゃん7位ひでやさん6位いつかの少年さん5位隣のくるるさん4位大ちゃん3位あんばたさん に位ヨシゾさん一位シさんですありがとうございます会社ついたのでまたねまたねおはようおはようみんなこれからお仕事と学校ですねえまた14位なんでえー、もう もうもうもうやばいどこか分かんなくなっちゃったファイト今日休みなので二度寝し,度寝します最高ですね <coughs> ねちゃんのおかげで今日頑張れるよ夜,夜も楽しみにしてるうん夜も頑張るそれでは みなさん今日も一日頑張りましょう頑張ろうじゃあまたね頑張れみんなでも体は大事にバイバーイ頑張りましょうバイバーイ